さんこんにちは。こんにちは。もう少ししたら始めていきます。見えるかな、はい、ではライブを始めたいと思います。今日なんですけれども、ワールドラッシュリニューアルしまして、今ちょっとちらっと見せたんですけども、ブラウンのフラットラッシュが出ましたので、こちらを実際につけた時の目元の印象ですとか、あとフラットラッシュ、どうやってつけるのとか、特徴どんな感じなんですかっていう質問も結構ありますので、今日はインストラクターも務めるスタッフの方に施術のシーンも一緒に合わせてご紹介したいと思います。もう一回ブラウンのフラットラッシュをご紹介します。先生、このブラウンラッシュ色味とってもおすすめなんですよね。はい、そうですね。そんなにこう、黒っぽくもなく、自然なナチュラルなブラウンなので、地まつげにすごくなじみやすいお色になってます。でフラットラッシュでブラウンっていうのがまだすごく少ないので、すごく珍しく、お客様にもすごく満足をしていただけると思います。でこちら C カール、J カール、D カールと3種類ご用意がありまして、長さもミックスと単色とご用意がありますので、ちょっとなんかとりあえずスタッフで試したいっていう時はミックスを買っていただくといいと思いますし、ブラウンとブラックを混ぜて使っても馴染みやすいので抵抗なくつけていただけると思います。特にカラーのエクステが初めてというお客様ですと、ブラウンつけると浮くんじゃないかって思う方がすごく多いと思うんですけれども、そういう方に混ぜて使っていただくと、もう人から見た時にわからないぐらいに自分だけがわかるの柔らかいブラウンなので、そこで入りやすいかなと思いますので、結構幅広い年齢層の方に受け入れられるブラウンなので、ぜひお試しいただけるといいかと思います。はい、皆さんフラットラッシュもう使ってる方ですかね。これから入れようかなっていう方もいらっしゃいますかね。フラットラッシュ、特徴をもう一度改めてご紹介したいと思うんですけれども、シングルラッシュと比較すると、ちょっとこう潰れてる感じですね。イメージで言うと、ここちょっと見せますか。断面か、ここですね、四角いか、はい、ね、こちらがシングルラッシュ、1本に対して1本つける、ここがグルーで装着する部分なんですけれども、そこに比べてこのフラットラッシュだとちょっとこう平面が多いので、密着できる、グルーで何ですか、装着できる部分が広がるの で、ね、より強度が増すっていうイメージですね。でさらに言うと、フラットラッシュのこの穂先ですね、すいません、ちょっと見にくくて、毛先の部分がちょっとこう裂けてるって言ったらいいんですかね、別に割れてる、うん、切れ目が入ってるので、そこでもすごく柔らかさが出てくるような感じのものですね。とっても今、はい、人気で、メニューもねフラットラッシュ中心のサロン様が多いんじゃないかなと思います。はい、黒ばっかりだったんですが、最近ねブラウンが出てきたっていうところで、今日は装着方法と、あと実際につけたイメージを皆さんにご紹介できればと思います。はい、ではじゃあつけていきます。つけている途中もなんか質問等ございましたら、答えれる範囲でどんどん答えていきますので、よかった質問もお待ちしております。お待ちしております。ブルーの量はなかなかね、自分の目のまつげを見るってないので、状況をアイリストさんにこう教えてもらえると、ちょっとやっぱ安心するというか、そうなってるの、今って、ね、やっぱり自分で見るのとこう、ここで一個一個書き分けられて見てるのとだいぶ違うことが多いので、なかった私のまつげみたいなことがやっぱり多いので、
そういうアドバイスもしてあげると信頼感が生まれますね。大事ですね。今何してるんですか。はい、一応下とくっついてるところはないかなと思いまして、うん、大丈夫です。ぜひね、ブラウンをちょっと入れようか迷ってる、もしサロンの方がいましたら、客層にもよるとは思うんですけれども、あのカラーコンタクトをしている、髪を染めている、肌の明るさ肌をちょっとワントーン上げて、なんかこうイメチェンしたいってお客様が多かったらなんですが、ブラウンを入れてあげることで、まあ、カラコンとの相性もあってより別の印象になったりですとか、はい、髪と合わせることでより統一感そうですねが出る、はい、あとこれびっくりなんですけどね、肌がワントーン明るくて、はい、透明感が出るでね、やっぱ髪色変えると変わりますもんね、確かに、はい、見え方がこうちょっと売りにしたらね、別の自分に出会うかもしれないですね、はい、お客様が。今もうマスクもしているので、そういうところで楽しんでいただけると。今日のねモデルさんも眉毛もねしっかりお色を統一されてるのでまつ毛もブラウンで、やっぱブラウンのカラコンしてる方でともうすごく合いますね、透明感みたいな感じ、はい、ハーフっぽい感じに、うん、た感じはもう本当ブラウンっていう感じではなく、なんかこう自然な明るくなった感じですよね。明るい、そうですね、うん、黒じゃないけど、はい、何ですかねダークブラウンなので、うん、茶髪っぽいああいう黒じゃん、あ茶色ではなく、はい、そうですね、上品な感じの、うん、本当に上品、うん、上からの角度ですけど、はい、目を開けれそうですかね、しびますかね、大丈夫ですかね、はい、はい、皆さんどうですか、わかりますかね、目の際の根元はやっぱ地まつげの黒で、そこにブラウンがこうなんですかグラデーションみたいになって見えるので、なんかすごくやっぱ透明感っていうのがわかりますよね。そうですね、すごく肌なじみもいいので、結構本数もついてるんですけれども、それもあの目が大きくてもこうグッと黒いっていう感じはないので、ちょっとだけお顔こう横に斜めにしてもらっても見えるかな、ちょっと見えたら大丈夫ですか、カメラをあれかな、ちょっとグッとしてみます、ちょっと待ってね、見える角度でこうかな、どうでしょう、ちょっとまばたきしてもらったりして、ありますかね、後で綺麗に写真撮っておきます。また正面お願いします、どうですか皆さん、こちらがワールドラッシュのブラウンのフラットを使っております。ちょっとズームしてみようかな、ごめんなさいね、皆さんわかりますか、ね、綺麗な二重なのでより映えますね、こんな感じでブラウンのフラットラッシュを今日ご紹介させていただいております。よいしょ、また質問等ありましたら、またねライブの時にご紹介したいと思いますので、
今日はフラットラッシュブラウンの装着方法でした。先生ありがとうございます。ありがとうございます。ではライブ終了します。